がちょっと。
400m の通過75秒。男子の 3000m は県の標準記録10分20秒です。10分20秒。3分13秒。1200m の通過、この1周78秒。まもなく 1600m。 この1周80秒。
2000メートルの通過1分21秒6分34秒1400m、この1周80秒。2800m の通過9分81秒メタレータ9分30秒10分
続いてのトラック競技は9時30分から女子の 800m タイムレース決勝4組でございます。この県新規標準記録は2分29秒7で2分29秒出して頑張ってください。女子の 800m は第1組、7名の出場です。通過79秒。2分29秒70が県新人栄の標準記録。2分16、7、18、19、20、23、4、5、女子の 800m は続いて第2組プログラム記載通り8名の出場です。
100メートルの通過は1分15秒。800m 女子は3組がスタートしました。5名の出場です。400m の通過は81秒。
はい、続いては第4組、小山5名の出場です。82秒。続いてのトラック競技は男子の 800m タイムレース決勝の2組ございます。この県新人標準記録は2分18秒0で、その1組目プログラム規制通り8名の出場です。今夜は先生、上がれるようになってるかもしれない。
1500m の通過61秒。最後の組、第2組です。準備できたらどうぞ。男子の 800m 最後の組、2組が出発しました。プログラム記載通り8名の出場です。13、14、15、16、20。
男女の 800m が終了しました。続いてのトラック競技は男子のハードルからと思います。お手すきの先生方、ハードルの準備をよろしくお願いします。
ですね。あ、
女子の 100m ハードルは最後クリーダーリトル、この裏サードル5名の出場です。続いてのダブル競技は11分から男子2年生のタイムレース決勝で6組でございます。このオッケーの新人標準記録は12秒ちょうど。第1組プログラム記載通り9名の出場です。準備ができましたら100名とどうぞ。
まあ。男子の 100m は続いて3組、1名の欠場です。Thank you.
1200m は続いて第6組6名が出場です。失礼、7名が出場です。ファイヤーマン正スタートではありません。スタートのやり直しです。この記録は県三国の重機の総称です。以下は報告をご覧ください。待って続いて第5組です。6名が出場です。
最後に向かいます。ファイヤーマン斜めの出場です。続いてのトラック競技は女子の2年生 100m 第2レース決勝で4組でございます。この標準記録は13秒4でその1組目7名の出場です。大山それでは第2組、どうか期待通り始めます。出場です。
ました。それでは第3組、7名の出場です。
初の 200m、100m は最後の組第4組です。記録の質問を行います。女子の200m競歩に記録した条件3月から豊川西部12秒54、この時大田線 2.6m。 受け入れの結果、1年渡辺さん挑戦時間13秒77、この時大田線 2.6m。男女の 100m 終了しまして、2年生続いては男子の1年生の 100m です。タイムレース決勝で、この新人標準記録は12秒70、その第1組プログラムの記載通り始めが必要です。続いては第2組プログラム、規制通り8名の出場です。
力大体1回男子の 100m は続いて第2組、鈴鹿国際通り8名の出場です。青山山男子の 100m 4組です。
続いては女子の1年生の 100m、 女子1年生の 100m はタイムレス決勝5区にございます。この平均記録は13秒80、これが県新人の50記録。その第1組プログラム記載通り8名の出場です。準備ができましたらスタートどうぞ。続いては第2組。
プログラム記載通り8名が出場です。続いては第3組、1名欠場で7名、6名の出場です。
女子1年生200メートルは最後の組第5組プログラム記載通り7名の出場です。
顧問の先生、まとめて本部の方でお渡しいたしますので、本部で顧問の先生が本部で症状の方本部の方に出しておりますので、1着から3着1から3等に優勝した、選手の
お茶所 200m は続いて第2組5名の出場です。男子の 200m です。で、ダイナス決勝も2組でございます。これは25秒40、これが新人標準記録です。はい、それでは第1組プログラム記載通り5名が出場です。
車200メートル、今1組目、第5レーンが走りました、内藤君、小坂井中学、23秒05、大会新記録です。それでは男子 200m は第2組、記録が記載通り5メートル出場です。
1.05、その時赤が 1.4 メートル、この記録は最高出力です。よろしくお願いします。そして2区の結果、
時間前まで、利益に応援しているとなっております、まだのところは急いで出せをしてください。そして4月4日特別運転について11時35分までの停止、となっておりますので、リレーの内容の方、全競技女子男子低学年女子男子高学年のリレーの4種目の、リレーの内容の提出まだ出してないところは急いで提出の方よろしくお願いいたします。それでは男子の1年 1500m 大学です。決勝第1組から2組でございます。標準記録は4分37秒ちょうど、この記録を目指して、第1組、1名の決勝16名の選手で第1組スタートです。62秒1以上、県大会3年の記録を更新した。
800m の通過2分34秒この1周81秒1200m の通過3分50秒この1周86秒男子1年生の 1500m は続いて第2組Thank you.
タオルの落とし物がありました。今後当たりの人は、86秒38秒。
手1名、頑張ってゴールデンを楽しんでおります。皆さん、拍手での応援をよろしくお願いいたします。
はい、それでは続いて女子の 1500m まもなくスタートです。この標準記録は5分15秒ちょうど。78秒。制御時間4分17秒77、2着、オスクリミナの時間4分30秒69、3着、シマクスカタクの時間4分35秒51、以上、県大会参加標準記録突破です。4着、野村とサドセンター4分39秒15、5着、アラスクリミナの時間4分39秒37、そして、高等空本部の時間4分44秒41、1000m の通過が3分23秒程度。この通過4分4秒、この1周84秒。ゴール15秒に、あと60秒。4分30。
47、48、49、4分50。まもなく女子の先頭で、残り試合が、リレーの種目になります。女子の先頭は1台、円盤のピットを片付けたいと思いますので、
準備ができたら男子の低学年 400m リレーです。準備の方をよろしくお願いします。
続いては男子の低学年400メーターリレー決勝です。現在新人標準記録は48秒ちょうど。1レーン2レーンを分けまして、3レーンから古川西武、4レーン小坂井、5レーン古川東部、6レーン田原、7レーン古川南部、8レーン倉橋東陵、以上6チームで低学年400メーターリレー決勝です。それでは女子の 400m リレー平均新人は54秒30です。決勝2組のレース、その1組目、4レーンから古川西武、5レーン田原東部、6レーン田原福江、7レーン倉橋東陵、以上4チーム。
は田原総務、その後の上、リレーは第2レースの決勝第2組、4レーンから桜川君、4レーン田原、6レーン豊島、7レーン代打、8レーン古川さん、5チームで最後の組第2組。豊島南部、それを追って代打
最後のトラック競技です。男子の 400m リレー決勝、タイムレースで2組でございます。その1組目、現新人標準記録は48秒ちょうど。3レーンからロイバー・トーブ、4レーン・カハラ、5レーン・ブルー・スー、4レーンを開けまして7レーン・カハラ・トーブ、8レーン・小坂井、5チームで第1組。続いては男子の 400m リレータイムレースの第2組、本日最後のトラック競技です。4レーンから高橋大、5レーン豊橋南部、6レーンを開けまして7レーン室、8レーン豊川南部、4チームの出場です。
はい、フィールドトラックが全て競技が終了しました。セットを早めに帰宅できるようによろしくお願いします。賞状3位までは賞状が出ます。本部の先生、忘れないように、お持ち帰りください。なお個人で出る方、賞状を持ってに来るようによろしくお願いします。顧問の先生、賞状を忘れないように。Thank you.